ショウダママルプレゼンツ麻生みどりのいろはに民謡。皆さんこんばんは。日本の伝統音楽民謡を中心にさまざまなジャンルからゲストをお招きし、いろはなお話と作品をお届けするミュージシャンと民謡界の応援番組、いろはに民謡。パーソナリティの民謡歌手麻生みどりです。そしてコロナを吹き飛ばす明るくいい声で番組を盛り上げてくれるアシスタントは小山光奈です。よろしくお願いいたします。はい、そしてね、今日はゲストに民謡界を引っ張る若いリーダー、はい、新感覚邦楽エンターテインメント集団、うん、アベヤの代表でね、はい、NHK FM ラジオの吉木りさの民歌でアベヤ楽器店というコーナーで、うん、おなじみだと思うんですけれども、嵐のね、大野くんに似てる、はい、まあ、イケメンの津軽三味線奏者のクリソツです。はい、阿部金三郎さんをお招きしております。はい、こんばんは。はい、こんばんは。すごい出にくい。よろしくお願いします。はい、YouTube ご覧いただくと大野くんに見えるんじゃないかな。いや恐縮です。ありがとうございます。可愛らしい顔してるんですよね。大野くんで検索すると金ちゃん出てくるって話ですね。本当ですか。マジですか。今度ちょっとやってみましょう。やってみてください。ね、まあ、そんな津軽三味線の全国チャンピオンのね、阿部金三郎さんの生演奏や楽しいトークでいろはなお話をお送りしてまいります。はい、どうぞお楽しみに。これから約1時間の生放送盛り上げていきたいと思います。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ところでね、はい、コロナが大変なことになってますよね。大変ですね、世の中。ね、世の中大変。なんか僕たちって人を集める仕事だし、はいはい、人が集まって何かやる仕事じゃないですか。そうなんですよ。もう人集まっちゃダメって言われると、うん、もう仕事がなくなっちゃいますもんね。大変です。学校公演なんかも多くね、やってらっしゃる。そうですね、学校もやってますから、うん、もう大打撃。大打撃ですよね。でそれにね、志村けんさんの訃報もびっくりしちゃいましたよね。本当ですね。私なんかもう本当にもうドハマりの世代なんで、リアルタイムで見てた世代なんで、なんか日本の元気の象徴みたいな人じゃないですか。そうですよね。もう本当にちっちゃいお子さんから、もう今でもあれですもんね、ちっちゃいお子さんから年配まで、そうです、ファンがいますもんね。うちの一番ちっちゃい2歳の子も生まれて初めて、はい、まあ、の昨日か一昨日だかこう追悼のやつやってて、はい、コント見て大爆笑して、2歳でも分かるんですよ。外国でも分かるらしいんですよね。でやっぱりこう、もともとがその音楽バンドのコミックバンドっていうのでね、やってらっしゃって、音楽好きだから間をとても大切にされてたらしいんですよね。はい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 。その間がちょっとでも狂うと笑えなくなるからっていうので、はい、ものすごくリハーサルとか厳しかったみたいですよ。そんなお話を聞きました。金ちゃんと一緒ね。金ちゃんと どういうことですか。間を大切に。間を大切に厳しいみたいな。いやいや、そんなことないですけど、三味線より厳しいみたいな。そうそう、三味線頑張れって感じなんですけど、ドリフって言ってやっぱ民謡をね、あのえんやーコーラやハードこれじゃんじゃんコーラやも北海ボンタじゃないですか。そうですね。で東村山もこれも、まあ、民謡じゃないですか。はいはいはい、はい、まあそうですね。ね、うん、だから民謡に結構縁があるなと。で津軽三味線も弾いてらっしゃるんですよね。そうですよね、結構上手ですね。そう、吾妻宏光さんのお弟子さんなんですよね。はいはい、ね、テレビの CM チューハイの CM かなんかやってました。そう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 、ね、スカパラダイスと一緒に。すごい芸達者ですね。小山光先生もね。そうです、ご指導されてた時代もありましたね。ドリフでね、あのコンサートみたいなので津軽三味線と3人で加藤ちゃんと見ました動画。なんかこう、なんか古い動画がちょっとね出回ってるみたいですけど、それも面白かったですよ。そうです、結構ちゃんと弾いてるんですよね。そうですよね、曲民謡とドリフ結構近くないですか。近いんですよ。なんかフェイスブック見るとみんな楽しい楽しいって、ね、芸人が芸人が本当に撮れなかったって投げてますもんね。だからそれ継ぐのは金ちゃん銀ちゃんからなんか、どういう、そうそうそう、そういうこと。それを引き継いでけのお笑いやってたじゃないですか。やってましたけど。M1 出たんでしたっけ。 M1 ね、挑戦したんですもんね。はいはい、そうですよ、ぜひね。そう、金ちゃん銀ちゃんでちょっと引き継いでいただけると、せっかくの芸を笑いとゲート二刀流で、ね、そう、津軽三味線引き終わった後、後ろがもうなんか何も履いてないみたいな。今すぐできる、できる、今すぐできる。そういうオチでしたけどね、志村さんのやつね。本当にね、そうですね、いや本当に貴重な方ですけど、まあね、笑って、まあ、お弔いたいなと思いますね。そうですね、ね、はい、
本当に芸を引き継いで、ね、はい、行っていただければななんて思うんですけれども、ね、で、あの多くの世代にやっぱり志村さんってこうとてもあの人気のあった方で、やっぱり最後亡くなる時も皆さんに影響を与えていただいて、あのメッセージをいただいたような気がするんですよね、はいはい、コロナ注意してくださいよっていうのをね、あの人に今まではこう予防ばっかりに注目されてたのを人にうつさないっていうようなことまでこうだんだんと、ね、浸透するように本当にインパクトがあったなと思うんですけど、最後まで言いたい、最後までね、ね、その気持ちをね、うん、コロナを正しく恐れて、はい、移らない予防、人に移さない、あの行動を心がけていきたいなと思っております。2メートル以内ですけど、うん、大丈夫ですか今日金ちゃんなんか10日前に、お熱が出たりなんかしちゃったみたいで大丈夫かな。もう内田さん明るく楽しく言ってるけど嘘辛かったのほんまでっかーですよね危険が危ないですね。でもやっぱり、ね、正直その甘く見てたわけじゃないですけど、はい、自分は大丈夫感っていうのは確かにね、ずっとありましたね、ちょっとインフルエンザのちょっと強い版かなぐらいの感じに思ってましたもんね、はいはい、だからその志村さんっていう方が亡くなったっていうので、はいはい、あ、実際にこれ本当に目の前に自分の起きてることなんだと、そうそう、自分のね、あの身内とか周りにかかった人がいなかったからね、なんかこう遠く感じてたんですけど、志村さんでちょっと身近に感じましたよね、すごく身近に、症状なくてもそうですよ、かかってるんですよね、だからもう自分がもうかかってるとそんなかかってると思っての行動を取らないといけないそう、自分はもうかかってると思っての行動、気をつけていきましょう、本当です、はい、それではここで、番組からのご案内です。はい、番組ではリスナーの皆様からのリクエストやメッセージを受け付けております。ゲストへの応援メッセージ、ご質問、リクエストなどお寄せください。宛先はメールの場合は 789@kfm789.co.jp、 ファックスの場合は 03-5670-5332、03-5670-5332。生放送中でも届いたメッセージは番組の中でできる限りご紹介させていただきたいと思います。どしどしお寄せください。お待ちしております。みつなの耳飾り、はい、はい、今日の耳飾りは先ほどの話題を引きずってしまうんですけれども、はい、いやね、もう皆さんそれぞれ大変な思いをされている、日々かと思いますけれども、私特に心配なのがね、秋代さん元気ですかっていう感じでね、金ちゃんが13年ね、修行されて、まあ、13年引っ張ってこられた和の屋追分さん、はい、民謡酒場ですね、はい、日本を代表する民謡酒場、ね、ここにも皆さんね、はい、出演していただきましたね。そうなんですよ、若手なりベテランなりね、はい、あの演奏家が、はい、歌い手が集う、はい、民謡ライブ酒場、民謡酒場ですけど、生の今の現状やね、秋代さんの思い、いろんなことをお聞きしたいなと思いまして、今日はね電話で、はい、つながらせていただいております、はい、もうつながってるのかな、つながってるのかな、秋代さん、あ、こんばんは、みどりさん、みつなさん、こんばんは、こんばんは、お久しぶりです、お元気ですか、元気です、よかった、お元気で、金ちゃんも元気、金ちゃんも、はい、元気です、元気ですよ、はい、どうも秋代さんどうですか、民謡酒場、僕が聞いちゃいけないのか、いいですか、いやいや聞いてください、いやいや気になる、やっぱり東京都の、ね、感染者数が、はい、やっぱ日に日に増えて、3密以降はやはりお店にも相当なダメージは受けてるんですよね、密閉密集密接ってやつですか、そうですよね、そうなんです、で今日から一応、はい、まあ、お客様と従業員、家族の、まあね、命と健康ね、一番ですので、一応来週の6日まではお休みという形を取らせていただいているんですよね、はい、そうなんです、今お店私一人で寂しいんです、そうですよね、
立派なお店ですからね。今すぐ駆けつけてね、こう、うん、あのギュッてしたい気持ちになっちゃいますね。ありがとうございます本当に、はい、ね、本当にたくさんのスタッフも、ね、抱えてらっしゃるから、もう、ね、みんなの気持ちも考えるとね、本当にいたたまれないようなお気持ちかと思うんですけど、なんか苦しいですよね。なんかこういう時だからこそ民謡も聞いてもらいたいし、元気になって、みんなおやけに来てねとも言えないんですよ。そうですか。葛飾 FM 聞いてねっていう感じですか。そうですね、本当です。とこで聞いて、そうで、このコロナのあれが収束した暁にはみんなでおいわけで、はい、連日満員御礼になるようにね、もうお客様からもたくさんの電話や、ね、メールで、ね、激励や、ね、励ましの言葉、ね、たくさんいただいてるんですよ ね、 ね、行きたい方も本当にたくさんいらっしゃると思うのにね、はい、そうですね。なんかそんなお辛い中ね、秋代さんが毎日フェイスブックでこう明るい発信をされてるじゃないですか、はい、ライブのインスタライブも、ね、はい、ありますし、ね、皆さんのまかない、ね、美味しく食べてる様子だったり ね、 ね、はい、もう素晴らしいなと思って、本当に応援したいなって思いますよね。で、まあ、でも、ね、今できることとして、まあ、あの金三郎さんのお弟子さんの安藤辰政くん、はい、あのお邪魔しました安藤くんが中心に、はい、あの今メンバーで和之家追い分けの YouTube を始めまして、はい、もう第1回目のはあの上げたんですけども、はい、そろそろ、はい、2回目もあの、いいですかね、はい、アップできると思いますので、踊ったり皆さんされてましたよね。そうです ね、 ね、はい、あの今度は曲弾きかなんかをちょっとおいいですね、はい、ぜひ今度はあの OB OG の、 あの皆さんとかね、うん、あのみどりさんとかみつなさんにも出ていただいて、わありがとうございます。応援に行きますので、よろしくお願いします。逆に行くパターンもいいですよね。逆に行くパターンもね、いろはに民謡チームが、ね、チームで ね、 いいですね、いいかもしれないですね、はい、お願いします、うん、そうです ね、 ね、本当に結構多いですよ今ね、うん、もうコンサートとかライブできないんで、うん、YouTube とか、そうですね、なんかもう、はいはいはい、ある意味ちょっと発想の転換っていうか、そうね、その考えさせるられる時期になってるかもしれませんね。YouTube でファンをたくさん、ね、増やしていただいて、はい、就職した暁には、はい、そうですね、ぜひ、まあ、いろんなアイデアをこのお休みの間に考えていただいて、また楽しませていただければななんて思います。にぎやか、にぎやかな絵は見えてます。いいですね、いいですね、そうそう、秋代さんの娘さんもすごいご活躍じゃないですか、なおさん、ね、なおね、うん、もう金ちゃんが小さい頃からもう可愛がっていただいた。そうなんですか。いやいや、もう名前じゃないですけど、娘のような感じですね、じゃあ。まあそうですよね。妹かな。娘でしょ。もうまだ妹で。金ちゃんでも若くないですか。そうだ、妹、ごめんごめん。まあ、金ちゃん若く見えるんですけど、意外とあれなのかな。そう、意外とあれですよ。意外とあれっていうと。意外とあれって。はい。同じように音楽の力でね、皆さんに。志村の年ってことですか。そうですそうです。本当ですか。なんかここですごい盛り上がっちゃってますけど。はい。秋代さん大変ですけどね、話が混乱してます、はい、もうちょっと、もう本当にもう20、30になっちゃいますけど、落ち着いたらもうパッと行きましょう、行きましょう、はい、ありがとうございます。なんか私に声かけていただいて、いやいやもうね、気になってたんですよね、ね、やっぱり若い、ね、スタッフもたくさんいらっしゃるし、民謡界やっぱり応援していく番組として、この番組もね、はい、あのやってますので、はい、あの少しでも応援できることがありましたらまた言ってください、はい、ありがとうございます、はい、頑張ります、おやけ頑張れ、頑張れ、はい、ありがとうございます。みんなで浅草行きましょう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません貴重なお時間いただきましてありがとうございました。秋代さんご自身お体を気をつけてください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、カズナヤ追い分けの服部秋代さんでした、ありがとうございました、またお願いします、はい、ありがとうございます。続いては正田守師匠の残された音源をお送りする正田守の音色を聞いてみようコーナーです。今月は20年ほど前にラジオ番組のために録音された音源よりお送りします。笹本久志&みやびの皆さんの三味線アンサンブルと亡き曽我涼子さん、美宝鳴駒さんの鳴り物、そして私の姉正田光の歌とともに正田守師匠の尺八の演奏をお聞きいただきたいと思います。宮崎県民謡の冷えつき節です、どうぞ。
緑のいろはに民謡。はいはい、お待たせいたしました。これよりゲストコーナーです。本日のゲストは新感覚エンターテインメント集団阿部屋のリーダー、三の会会主の津軽三味線奏者阿部金三郎さんです。よろしくお願いします。改めてよろしくお願い申し上げます。お願いいたします。いや、今のこの演奏今流れてるんですけど、うん、後ろにこれもかっこいいですね、はい、本当ですか、うん、ありがとうございます。作曲は金座部、はい、よくぞ聴いていただきまして、はい、あ、今年、あ、ちょっと言っていいですか。どうぞどうぞ。1月1日に発売された CD で5曲あるんです、はい、あの今年五輪オリンピックの中で5曲、はい、そうですよね、はい、4曲中、5曲中もうなんか先が読めたよ。阿部金三郎と申します。お願いします。5曲中4曲僕作るんですけど、1曲だけ、この曲だけが違う、違います。何なんですか。辰政が作りました。辰政この曲作るんだ。すごい。この曲だけ違うんですよ。えー、
だからそんなに好きではないです。自分の曲じゃないかな。嘘です嘘です嘘です。聞いてください。家庭屋ファンが聞いたら分かるんですか、あこれは金ちゃんの作曲じゃないなとか。いや基本作曲僕がやってるんで、うん、で今回は、うん、まあオリンピックがあると思ってたじゃないですか、ねえー、でも CD ジャケットもね五輪の中にメンバーが、見てください、このラジオの方は、YouTube でね、後であの流れるんですけども、その中ではそのジャケットが、これです、このもうね、2020年の1月1日発売のこの五輪にあやかろうという、行くぞみたいな、はい、このパク、なんとも言えないパクリ感、ね、あのアルバムのタイトルもリングスって、リングスとメンバーも五輪だし、もう丸いものをこう曲にする、はいはいはい、1曲目はメダリストっていう曲なんで、金メダル銀メダルじゃないですか、で2曲目がロスト、これねお金です、お金がなくなっちゃった時の悲しい気持ち、もうすごく物なくしちゃうお金、コインが丸いですからね、ですこれ、うん、ロストね、で3曲目はリンゴ、まあ、リンゴ丸いリンゴとオリンピックとかけて、ね、五輪の反対の文字ですもんね、和に 5って書いて数字の5ですもんね。4曲目が紫の君、これはあの万葉集のすごく素敵な女性のことなんですけど、まあ、月を題材にした和歌をに曲をつけてっていう、ね、そういうのもたしなむんですか金ちゃん。作りました、もう光源氏になりきって作る、もうなんかわかる、なんかわかります。嘘それ、嘘だそれ絶対、もうみどりさんだけですって。ほら見つらさんに絵星かぶってるのが見えたよ、なんか本当ですか。なんかわかる、え見えます、ま、NHK でもこれから始まるよね、光源氏のなんだっけドラマ始まりますよね、うん、あそうなんですか、選ばれなかったです、ちょっと、ね、残念、全然知らなかったですけど、ちょっと視野がそうか、そうなんです、まあ、似合いそうね、確かに似合いそう似合いそう、ちょっと、うん、で5曲目は一丸、はい、まあみんなでね、うん、一丸になってっていう感じの曲ですね、っていうことですけど、悲しいってね、練りに練られてる曲で、思いがすごく、思いがすごい、オリンピックなくなりましたけどね、いやなくなってはないかな、なくなってないですけど今年ね、ななっ、うん、あそうそうそういうことですよ、ね、うん、ドキドキでしたね、じゃあ来年発売ってことにもう一回、うん、ちょっとリメイクしちゃうしちゃおうかな。今年はリハーサル、リハーサルパート2でね、パート2で、はあ、まあでも徐々にオリンピックに向けてこれを聞いてテンション上げていきましょうよ、テンション上げていただければと思うので、そうそう本当にお願いします。やっぱりちょっとね、せっかく今お話聞いたところなんで、はい、紫の君、あ紫の君聞きたい、僕のロマンチックな一面を、うん、光源氏のちょっと聞いていただきたいです。そうそうそう、なんかちょっと烏帽子を被ってる感じのが見えましたよ、はい、ありがとうございます。そっと想像して聞いていただければと思います。はい、紫の君、月、阿部屋です。月影も
部屋のリングスより紫の君月をお聞きいただきました。いやー癒されましたね。ね、なんかすぐにトークに入りたくないね、そうそうそう、酔いしれていたい感が、そう、ありましたね。ぜひお二人にもなんかちょっと恐縮ですけど歌ってもらいたいです。いやいやいや、この後になると歌いづらいですよね。なんかこう月を見ながら ね、こう手をこう、そう、いい感じ、月にこう当てながら、いい感じですよ。ちょうどなんか桜が今日風でね散ってたのと、なんか月と合わせたらなんかすごくいいなーなんかと思って聞いてました。ありがとうございます、うん、また作ってください、作曲の力も、作曲の力すごいですね。いやいやいや全然です、本当にもうやっぱり曲弾き演奏するのにもやっぱりオリジナリティ、自分で作曲する能力ってちょっとやっぱ必要なんじゃないですか。津軽三味線の曲弾きですか。曲弾き、うん、そうですね。曲弾きやってる時は無ですね、何も考えない。考えると詰まりますよね、なんか三味線って。そうですね、無でやってる方がきっといい、いいんでしょうね。ゾーンに入り込む感じですか。はい、入れたことはないですけど、そのイメージとしてこんなイメージ、奇抜なのか古典なのか、ある程度のことをこう もやもやっとしながらぐらいですけどね。歌はあるんですか、そういうの。ゾーンに入るとき、なんかそのイメージ、イメージ、イメージで、イメージの中で歌えてるときはきっと楽に歌えてるんですよ。そうだね。それがなんかこう急にふって素に戻るときがあると、なんかそこで乱れるんですよね、やっぱりね。誰かをイメージすることもあるんですか。例えばその歌を歌うときにこの人のこの感情をイメージして、お稽古するときはちょっとそういうのあるときあります、私は。あの先生のあの声の出し方をちょっと真似てみようとかじゃないけど、はいはいはい、っていうそういうの思いながらやるときはありますけどね。三津さんは今この人の節をこうやろうとか。舞台では全くないですね。もう自分のハッタリ芸を見せつけるみたいな。声が声がパーンといったら、私はもう声があんまり良くないから、もうなんかこう足をこうしようみたいな感じ。いやなんか模索、してたらいい歌が歌えないって感じしません？なんかこう考えちゃうと迷っちゃう、そう、迷いが出ちゃうと、ね、うん、歌詞も忘れてみたり、そう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 、ちょっと迷いが歌に入って聞こえちゃいそうな気がして、はい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 、いかに入り込めるかって感じしません？うん、イメージ通り歌えるかっていう、迷っちゃダメなんですね。迷っちゃダメなんですよ。だからちょっと一緒じゃないですか、ね、だから素にちょっとふって戻っちゃうと、はい、もうそこでなんかこうダメなんですよね。なるほど。うん、あそこのお客さんエボシかぶってるなと思った瞬間に、私でもね、目がいいからね、誰々さん来てるなんかと思って、ね、見えちゃうんですよね。あります。見えるとやりにくいですよね。見えない時の方がやりやすいですよね。スポットライト眩しいとかね、なんかもう考えた瞬間その曲に集中できてないっていう感じしますもんね。はい、ね、本当はもう一曲入魂したいですよね。もう曲に集中し て魂の曲をお届けしたいですけど、でも公演とかライブだとそういうわけにいかない、ね、次何か喋んなくちゃいけなかったりとか、はいはいはい、そっちに気がいっちゃいますもんね、はい、そうなんですよ。意外と喋るのって結構大変じゃないですか。神経使います。使いますよね。トーク、まあ三味線もそうですけど、もうトークナンバーワンじゃないですか。いや面白いんですよ、やっぱり本当に楽しいんですよね。やってるじゃないですか、あの、うん、動画配信三六チャンネル、伝統芸の三六チャンネル、はい、ね、それも毎月やってるんですか、あれは。いやあれもうね、本当は今年4月からは毎週1回になりますけど、うん、何かしら、はい、それまではやっぱ撮って、うん、自分たちで、まあ、弟が編集してるんですけど、うん、やったりなんで、なかなかねこう進まない、ポンポンポンとはいかないんですけど、まあ、忙しいっていうのもあったんじゃないですか。いや、うん、まあ、今じゃチャンスですね。チャンスですね。そうなんです。いっぱい配信できるんじゃないですか。そこ配信されてますよね、結構いろんな。そう、あのね、同じジョンクラブシでもそうそう、雪の中三味線弾いてたりね。そう、今やってるのはおじさんでなってたりの時もあった、ね、そうですね、うん、なんか今こう動画とか、うん、SNS とかでこう発信しまくって種をもう撒いといて、いつか花咲くみたいなシーズンですよね。もう春に撒くっていう、ね、種をいっぱい持ってるんですよ、金ちゃんきっと。本当ですか、うん、若い子たちがね、うん、面白い面白い、食いついてくれて、そうなんか気持ちいい今日、うん、すごい気持ちいいこの番組。いや、心にもないこと言ってるわ
けじゃないからね。嬉しいな。そうそうそう。その最初のそうやかましいやかましい。そんなことないですよ。そうね、本当すごいよ。ね、メッセージもちょっと来てましたので、はい、ここで紹介してください。はい、長野県の倉島さん、いつもありがとうございます。こんばんは。季節は春を迎えた4月となりました。あちらこちらから桜の便りも聞こえてまいりました。そして昨日は新社会人となられた方は入社式。我が家の長男も晴れて新社会人の仲間入りをしました。おめでとうございます。学校学生に関しては自粛ムードの中であるためどうなるのか不安ですね。うん、さて三つ名の耳飾りでの電話コーナーでご参加のおかみさん、ご無沙汰しています。聞いてくれてますかね。まだ、ね、多分あの、うん、ずっと聞いてくれてると思います。倉島さんからメッセージですよ。インスタグラムで皆さんのいろいろな様子をお伺いしています。娘さんも歌手活動されてすごいですよね。本当です、うん、はい、あれお名前がなおさん、なおさん、何なおさんになるんだっけ。なおさん、そう、服部なおさん。 YouTube ね、あの、はい、検索していただくとたくさんいい曲出てきますので、はい、服部なおで検索していただけるとすごくね、まあ、ね、葛飾の歌も歌ってますよ、うん、葛飾ラプソティ、ちょっと今度聞かせてほしい、はいはい、YouTube 出てきますか、ね、多分出ると思いますよ、うん、本当ですか、うん、ぜひ検索していただいて、ね、そうですよ、そうですよ。応援していますとお伝えくださいとのことでございます、うん、そして今日のゲストの金三郎さん、ご無沙汰しています。お久しぶりです。本当は来月佐久市の交流センターで2年ぶりにお会いできますことを楽しみにしていましたが、昨今この騒ぎで残念な限りです。本当ですね、今夜も絶妙なトークと素晴らしい津軽三味線の音色をたっぷりと聞かせてください。三六チャンネルも時々拝見しています。原宿で若い女性に民謡の認知度調査や着物を着てのサッカーなどとても面白かったですよ。やはり若い女性は民謡ってあまり関心ないのかな、盆踊りやお祭りで聞くと思うんだけどと思ってしまいました。着物でサッカーの時、着物は汚れませんでしたか。ちょっとクリーニング代が気になりました。優しい優しいですね、うん、クリーニング代受け付けてるそうです。あ、受け付け中。はい、インスタグラムではお百姓さんに扮して弾く津軽三味線がなんとなく映画の一コマのようでした。また先日の雪の中で弾いたジョンカラ節も冒険者だと思う動画でした。本当ですね、私も見ましたよ、うん、結構みんな見てると思いますよ、ね、みんな見て金ちゃんのファンになって、好評でしょ。いや、まあまあ、うん、好評なんですかね、わかんないですけど、うん、インパクトあります、はい、発信力があるからね。そうなんですよ、ね、そして今日の生歌生演奏リクエストは、はい、春にちなんで南部田原摘み歌、秋田二方節、リンゴ節、うん、ジョンからのアドリブをお願いしますとのことでございます。倉島さん、分かってらっしゃる、ちゃんと僕が弾けるやつを選んでる。そうだそうだ、うん、どれいきますかね。あ、もうここでやるんですね。やります。いい番組です、これも、うん、はい、そう、自由ですから、何でもあり。私が選ぶんじゃない、うん、うん、金ちゃん選んでくれ、金ちゃん選んでください。あ、そしたら田原摘み歌いいじゃないですか。田原摘み歌やりますか。行きましょう、はい、ちょっと用意しますね、はい、ね、楽器を持ってきてくださっております。そうなんですよ、ありがたいですね。まだ今出したばっかりなんでね、うん、うん、そうそう、弦の具合とかどうかな、そうそうそう、ご機嫌は、うん、はい、どちらが、いや、どちらも掛け合いでしょうか、掛け合いでしょうか、アドリブ掛け合いでいけるかな、いけるかな。寸法は何本ですか今。何でも、あ、じゃあ、あ、いいですね、ちょうどいいですね、はい、お願いいたします。それでは長野県倉島さんのリクエストをいただきまして、はい、南部田原摘み歌、阿部金三郎さんの伴奏です。はっ、間違えました。ふくじんが音
ふっと見ましたね、コロナが。めでたい、めでたいですよ。本当に。いや、幸せないからね。そう、アドリブでね。どういくみたいな。百万長者なのか、億万長者なのかね。ね、口を見ながらね、息が合いました。本当です。それは金ちゃんの素晴らしい伴奏のおかげです。いや、嬉しい。ありがとうございます。気持ちよくさせる番組です。本当ですね、いい番組。やっぱ金ちゃんの良さが出るね、うん、あの曲なんかどうです？ジョンからとかね、聞きたいな。聞きたい、私聞きたいですね。わかりました。やっぱりチャンピオンですからね。二十歳でチャンピオンでしょ、うん、そう、二十歳でね、第8回のチャンピオンになったんですよね。二十歳でチャンピオン、素晴らしい。15年前ですよ。そんなに経つんですね。15年前、あ、そうか。そうです。見た目は若いからね。そうそうそう、35です。年取らないですよね。何なんですかね、ちょっとベビーフェイスな感じ。大野くん、大野くん。さあ、阿部金三郎さんのジョンから楽しみでございます。結構ね、津軽三味線の大会が今回なくなってるじゃないですか。そうですね。あのね、日民の大会も春4月にある予定だったの、津軽三味線コンクールとか、5月のね、あ、津軽三味線の世界大会も中止になりましたしね。そうですね。だからもう皆さん、津軽三味線でのファンの方はもう手をこうこまねいてらっしゃるんじゃないかなと思うので、本当ですよ。ちょっとその気持ちを、金ちゃん、あの皆さんの気持ちを込めて、わかりました。魂の演奏を、ゾーンに入ってください。ゾーンに。
いやいや、いいですね。このカメラめちゃくちゃ緊張します。これこれすごい見られてる感がちっちゃいのにね、すごい影響力ちっちゃいカメラなんですけどね。どこ向いていいか分からなかった今こっちでも撮らせていただきました。本当に緊張しました今、迷っちゃった。ゃ このでっかいカメラじゃないんですけどね、ものすごくちっちゃいカメラですけど、すげえ緊張しました。うん、多分ね、あのリスナーの方の視線がぐっとここに集まってるんだと思いますよ。そうでしょう、絶対。なんか迷っちゃいました、さっきの話。迷っちゃいました。迷うとね、迷いは感じなかったですよ。でも感じなかったですよ、もう最初のこの辺でも、うん、いや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 なんかその真剣にやるのがもちろんいいですけど、なんかいきなりモードが変わっても余裕がある。全然なかったですね。本当聞いてる方は余裕があって聞こえたけど全くなかったです。余裕ありましたよね、ディレクターの川島さんね。川島さんが OK って。 OK、 いやいやいや素晴らしかったでございます。ありがとうございます。ねえ、ね、こういう緊張感って金ちゃん慣れてるはずじゃないですか。うん、でも NHK の、そう NHK のね、タミウタでもバンバンレギュラーでやってるじゃないですか。安倍屋楽器店っていうコーナーをね、うん、やらせていただいてます。持っていらっしゃるじゃないですか。うん、あのコーナー最高よ。うん、本当ですか。うんうん、弟のね銀座郎さんとお二人と、ね、やってるんですけど、うん、なんかラジオドラマ、ラジオコントみたいなのをやってる、うん。その台本を金ちゃんが書いてるんですって。そうなんです。すごいじゃないですか。書いてるんです一生懸命。もう楽器を題材にし、民、うん、を題材にして、うん、こういろいろね、うん、気象転結ドラマを作って、うんうんうん、NHK さんだと結構きっちりじゃないですか。うん、この葛飾 FM は結構フリーだから。いや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 。結構フリーっちゃ、あの私の番組に限りフリートーク。でも動画も撮ってるからそれはそれでまた違う緊張感ありますよね。声だけじゃないっていう。うんうん、はい。でもなんか作ってますけど毎回緊張してますね。なかなか撮れないです。演技しなくて、楽器僕弾いたりしないんで、今日は演技。でもなんかいろんな楽器持ってる時あるじゃないですか。あの時は、はい、あそういうパターンももちろんある、ね、あるんですけど、うん、まあ、いろんなのがあって、基本はほぼほぼ、まあ、僕が楽器を楽器屋さんの店主っていう設定なので、はい、それになりきって。あれこそね、動画で見たいですよね。うん、スタジオね。それ言った方がいいです。あ、言いますか。発信してください。動画であの安倍屋楽器店ね、お願いいたします NHK さん、ね。スタジオ模様も YouTube で流しても面白いかもしれませんもんね。NHK さんの動画配信とかね、うん、そういうレアな。これからどうなんですかね。変わってくるかもしれませんね。いろいろオンデマンド系とかもね、うん、やるかもしれないですね。わかんないですけど、ね。でもそういうのには金ちゃんすごく向いてるから。いや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 。うん、アイデアマンだし。動画で見てないもののすごい風景がこう伝わってきますもんね、うん、ね、はい、あのラジオで。今月4月はいつですか、放送そのタミウタ出演されるのが。いつだろう4月はでもね、4月19日ぐらいじゃないですか、いつも第3日曜日、第3日曜とかですよね。だったら4月だと19ですね、はい、日曜日。面白いです午前中の11時からですね。11時からですよ。聞けない方はそう、吉木りささんがや、うん、のね、まあ、パーソナリティでやってて、ね、吉木りさのタミウタっていう番組の中で、そうそう、あのコーナー、安倍屋楽器店っていうコーナーで出演されてます。一生懸命こう書いて喋ってやってるんですけど、うん、もうさっき電話でつないだ公の人とか、はい、あの公の子たちですね、秋代さんじゃなくて若い子とか、はい、誰も聞いてないですよね誰も聞いてない。聞いたかとかって言っても、教育が俺かな悪いの俺か一応直前に聞けた、そうそうそう、発信聞いてねって発信したい方がいいかもしれませんね。聞いてねじゃない、聞け聞けと、俺のいつか聞いてほしい、もう俺の子たちに届けと思いながらやってますよでも時間的に聞けない方はまあ録音をね、予約でねすることできるからね。そうですそうです、はい、今いろいろなアプリがありますからね、うん、はい、ぜひ聞いていただければと思います。お願いしますね、で36チャンネルも4月の20日に今度放送するんですよね。え、動画20日ってあのホームページに出てましたけど違うんですか、それは前去年のこと。あ、え動画弟がやってることなんですけど、そうですか、テロップ放送日放送、4月20日ってなってたと。でも最新版が多分この前紋付き袴でサッカーやったやつが上がったばっかりで、うん、次、あ、明日明後日あたりもう一個上がるかもしれないです。また上がります、はい、
まあ、随時ちょっと4月20日ってホームページになってたような気がするんですけど、もしかしたらチェックしていただければと思います。安倍屋の銀座風呂会っていうのやってるんで、はい、銀座風呂だけのやつかもしれないです。あ、そういうのもあるんですか。あるらしいです、私はあるじゃないですか。まあ兄弟でもね、まあ、別で活動もありますもんね。ありますあります、ね、はい、あの私も兄弟でやってますし、でそうですよ、私の姉が金ちゃんで、私は銀ちゃんですよ。そういうことになります、ね、兄弟で一緒にやることもありますよ。いいじゃないですか。あ、兄弟で、ね、兄弟で兄弟兄弟で姉妹。お姉さんの方すごい派手なイメージなんですけど。ちょっと派手かな。華やかですね。昔は派手だったかもしれませんね、うん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 、どうですか兄弟でやるのって。こんなこと聞いちゃいけないのかな。いけないのかなこれは。マグロの中で打ち合わせなんかして。いいですね。仲いいですよね。うん、仲いいですよ。安藤くんとこも兄弟いますしね。同じ宝塚でお弟子さんじゃないですか。兄弟だけで集めてなんかコンサートやったら面白くない。はいはい、ああ、ね。兄弟ばっかりの。まだまだいるじゃないですか。いますねいっぱい。じゃあちょっと金ちゃん企画して。お願いします。ちょっと。いや。ということで本当にね、うん、楽しい話はずっとやっていたいんですけれども、はい、アルバムの中のね、最後に入っている一丸という、 こう5番目に入っている曲なんですけれども、この曲がなんかすごいかっこよかったんですよね。ありがとうございます。これをやっぱりこう、ね、コーナー最後に聞かせていただきたいななんて思ってまして、うんうん、ありがとうございます、はい、本当にこれも作曲ですもんね。作曲しました、うん、まあ、テーマはみんなで一丸になっていくっていう、一丸になって、うん、やろうってことなんですけど、うん、日本みたいなのがずっとリズムになってるんです。それが最初から最後までちゃ聞きたい、じゃあそれをちょっと聞いていただければななんて思います。はい、安倍屋のニューアルバムより一丸。
っこいい。ダンタダダンタダダダンって。ねえ。まあ、この曲聴いてると、ところにまたメッセージがね届きました。ちょっと西野さん、はい、紹介してください。ラジオネームビンゴ G さんからです。冷たい雨が降るビンゴ新一です。いいんですかね、ビンゴ新一です。居眠りをしながら事務仕事をやっていて、ふと16、17年前の商談試験のことを思い出しました、はい、奥伝の自由曲で清張西条酒造り歌を歌ったのですが、家元原田直之先生がこんな曲もあるんだとおっしゃいました。西条酒造り歌本歌は有名らしいですが、その時は家元がこの曲は勉強する価値があるなとおっしゃっていましたということでございます。はい、メッセージありがとうございます。成長を西条酒造り歌、はい、みどりさんご存知です？いや私普通のね、うん、西条は分かるんですけど、成長のはちょっとあんまり詳しくないので、はい、なんかね聞いてくださいっていうなんかアドレスをいただいてるので、また後でゆっくり聞かせていただこうかななんて思います。はい、ね、なかなかマイナーな曲ですけど、はい、ちょっと気になりますね。ちょっと勉強しておきます。はい、みどりさんよろしくお願いします、はい、それからもう一つ、いただきました。ラジオネームかっちゃんさんからです。金ちゃんお久しぶりです。みどりさん、みつなさん、先日はお世話になりました、はい、かっちゃんというのは佐々木勝弘さんでございました。そして奥様のりさこさん、ありがとうございました。嬉しいです、こういうメッセージ 聞いていただいて嬉しいですね。本当お世話になったのはこちらの方でございます、うん、田原積ジョンから曲弾きを聞いてなんか吹っ飛びました。嬉しいですね。よかったよかった、ね、うん、追い分けさんはじめ数少ない同業者、じっと耐えてまいります。収束したら皆さんで遊びに来てくださいね。緑にもまた遊びに行かせていただきます。そうですよ、追い分けさんだけではありませんね。美容業界みんなでこう応援していきましょうね。緑さん、エイスイさん、皆さんね、はい、じっと耐えて、もう本当大変な時期かと思いますけど、はい、ぜひともまた終わったら遊びに行かせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。元気でいてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、で金ちゃんもうそろそろ時間になったんですけど、はい、最後に一言何か、はい、リスナーの方にメッセージを。日本は今大変なことになってますけど、皆さん感染もね気づいて予防も気をつけて、本気なんですけどちょっと絡まっちゃいました、はい、で一緒にやってる芸人仲間の皆さんもこの危機を乗り越えましょう。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。本日のゲストは阿部金三郎さんでした。ありがとうございました。ということでお届けしてまいりました、朝みどりのいろはにみよ、いかがでしたでしょうか。はい、本日のゲストは新感覚エンターテインメント集団阿部屋のリーダー、三の会会主の津軽三味線奏者阿部金三郎さんでございました。今日のスタジオの模様は明日以降 YouTube にアップされますので、ぜひご覧ください。はい、今度ね、4月の3日、はい、NHK の FM ラジオ朝みどりのいろはに民謡じゃないや、民謡を訪ねてに私出演しておりますので、ぜひ聞いてください。はい、で次回はね5月7日の木曜日夕方6時から朝みどりのいろはに民謡をお送りいたします。ゲストはなんと引き続き津軽三味線奏者阿部金三郎さんです。よろしくお願いします。ということで、それではまた来月、はい、第1木曜日の夕方6時にお耳にかかりたいと思います。はい、民謡を歌って免疫力アップ、人にうつさず、人に、はい、人から移らず、気をつけて明るく前向きに頑張りましょう、はい、進行は朝みどりと小山みつなでした。私がなんで言うんだみたいなそれではさようなら、お会いしましょう。小山みつなですと、はい、金ちゃんでした。金ちゃんでした。みんな最後髪切